どうも、海藤さん。それと、あんたが八神さん？それとも八神先生って呼んだ方がいいかな？好きに呼んでくれていいよ。さっきは試して悪かったな。カムロ署、組対の綾部だ。よろしく。どうだ、ここのカジノは気に入ったか？なんだそりゃ、あんたの店かよ。ここの営業は俺が目こぼししてやってんだよ。それに登場会への見かじめも俺がなしつけて安くしてやった。俺のカジノつっても罰は当たんねえだろ。その割に今日まで誘ってくれなかったんだな。あんたは安い情報しか買ってくれねえからな。お得意様扱いはできないよ。ならなんで今日はここに呼んでくれたんだ？凶霊界のヤクザが目えぐられてる事件だ。あれは全部黒岩って俺の上司が引き取ってんだ。この間羽村を逮捕したのも黒岩だ。で、あんたは羽村を無罪にしてその黒岩に赤っ恥をかかせてくれた。気持ちよかったね。あれ以来俺はあんたのファンだよ。初回サービスだ。お代は結構。こりゃ黒岩ってのに礼を言わなきゃな。あんたがモグラって呼んでる野郎の捜査資料をまとめた。この間裁判やったのも入れて3件分だ。大事に頼むぜ。もし外に漏れたらあんたの責任だ。怖いな。でももし何か間違いがあったら殺す。だと思ったよ。そのくらいの覚悟は持ってくれよ。わかった。さっき言ってた黒岩ってのはどんなデカ？黒岩はカムロ署のヒーローでね、押し出しが効いて部下の人望も厚く検挙率は抜群。警視庁のお偉方までみんな奴の顔色を伺っている。じゃああんたはなんで嫌ってるんだ？完全無欠だからだよ。あんた自分の周りにそんな同僚がいたら好きになるか？おまけに男前なんだぜ。嫌だね、男の嫉妬は。しかも自分は悪徳警官なのによ。いや、正直で帰って気持ちがいいよ。八神さんはやっぱ話せるね。こいつが黒岩だ。覚えとくよ。ああ、もう向こうもあんたの顔は知ってるはずだ。なんせ苦労してあげた羽村を無罪にしてくれたんだから。なるほど。私の資料はここで広げんなよ。事務所に帰ってから見る。人目のあるところでは出さない。それでいい？空いている時は大抵テンダーにいる。また用があったらいつでも。分かったよ。せっかくだ、俺はここでもう少し遊んでくぜ。お前はどうする？こっちも好きにやるよ。そっか、じゃあな。